こんばんは。ちょっと疲れてしまったその心に癒しとパワーをお届けいたします。励まし系シンガーソングライターややです。今週も始まりました、ややの365日消えない灯台。この番組は辛いこと、悲しいこと、もちろん嬉しいこともたくさん共有して、たわいもない会話をしながらつながりを感じようという番組です。子供から大人まで、いくつになっても人は寂しがり屋だから、誰かに聞いてほしいんじゃないかな。365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。話したくなったらいつでもメッセージお待ちしています。突然ですが、9月3日はその語呂のまんまグミの日だそうです。私最近ね、グミにめちゃくちゃハマってて、もうコンビニとかですっごいグミ買っちゃうんですよね。常にカバンに忍ばせといて、なんかね、口寂しいなと思ったら食べてるんですけど、皆さんグミ好きですか？グミ女子なのよ最近私。グミ女子って言葉があるのかわかんないんだけど、ピュレグミと、なんだっけ、昔からあるあのハリボーと、あと果汁グミ、この三大グミは私も大好きでね、これ一生食べれるって思ってます。皆さんは好きなグミあります？あ、せっかくだからね、ツイッターにて、あ、今 X か、 X でハッシュタグ365灯台をつけて、好きなグミについて教えてください。グミ討論会しましょうね。いやー、グミをさ、最初に発明した人ってすごくない？なんかガムでもなく、キャンディーでもなく、この絶妙な噛み心地というかね、うん、最初にこれを、こういう食べ物作ろうって思った人すごいね。いつからあるんだろうね、グミって。いつ発明されたんだろう。ちょっといろいろ調べてみようかなと思います。それから私が今ハマっているね、私の好きな三大グミについてもね、先ほどお話ししたから、きっと次のライブではグミの差し入れがいっぱい届くんじゃないかなって期待して待ってますね。よろしくお願いいたします。さあ、こんな感じでオープニングは終わりにしましょうかね。ややの365日消えない灯台。さて、メジャーデビュー1周年記念のワンマンライブが終わって約1週間経ちました。先週はね、ワンマンライブのテーマと同じ縁というテーマでね、このラジオでもお話ししてました。どんな縁に感謝をしたいか、どんな人に感謝を伝えたいか、そんな話をしてたんですけれども、先週の放送で紹介しきれなかったメッセージがあるのでね、まずはそのメッセージからね、読んでいきたいなと思います。ラジオネーム海ぶどうさんからいただきました。ややさん、ひでさん、こんばんは。今の私につながる縁に感謝したいのはこんな話です。私は特に役者を目指していたわけではありませんが、アマチュアの劇団に所属していたことがあります。その劇団は主催者が礼儀作法についてとても厳しい方で、徹底的に鍛えられました。今では体育会系と言われているクラブ活動にもよく似ているかと思いますが、純然たる劇団でした。ことの始まりは劇団員募集という広告を偶然見つけ、興味本位で応募したことが縁で、その主催者と出会い、思いもやらぬしつけを受けることになりました。先輩後輩の上下関係の厳しさや、集合場所には誰よりも早くついていること、履物を脱いだ時の揃え方、挨拶は先にとか、座る場所や言葉遣いなど細かいことまで教えられました。一緒に入団した同期はいつの間にか劇団に来なくなり、私一人になったのを覚えています。教えられた厳しい礼儀作法、今はもう完璧ではありませんが、その時々の場面を思い出し、亡き主催者に感謝の気持ちを忘れることなく持ち続け、今を大切に生きていきます、といういただきました。あら、素敵なお話じゃないですか。思いもよらぬ出会い、縁で、その劇団の主催者さんにね、いろんな、生きていく上で必要な、礼儀作法だったり、いろんなことを教わった。うん、ありますよね、そういうのね。
私もね、大学生の時アルバイトしてたレストランがあったんですけど、そのレストランがね、まあ、本当に小さな個人店な感じではあったんですけれども、すごくそのマナーとか、なんか厳しいレストランで、その先輩に本当にいろんなことを教わりました。まあ、サーブする時のマナーとかはもちろんなんだけど、なんか誰がホストで誰がお客さんなのかっていうのを、この会話の中からこう読み取る能力とか、それによって、まあ、どこにそのワインのボトルとかを置いといたらいいかとかね、そう結構ね細かいところまでいっぱい教えていただいたんですよ。でもその時の知識がだいぶ今に役立っているので、何気なくね、こう、まあ、家の近くでちょっとおしゃれな感じだったから面接に行ってバイトをしてたレストランだったんだけど、あの時の経験があってよかったなって思ってます。あの出会い、ご縁に感謝だなって今思いますね。きっと皆さんにもそういうのあるでしょ。この海ぶどうさんからのメッセージをね読んで、私もいろんなことを思い出しました。ありがとうございます。そしてもう一つ読み切れなかったメッセージ、ボーリング島さんからいただきました。まあ、どんな縁にね感謝をしたいですかっていうので、ちょっと変わった視点からということで、本当にちょっと変わった視点からメッセージをいただきました。私は新潟名物笹団子に感謝したいです。もし笹団子がなかったら、これまでたくさんの笹団子を食べたと思われるややさんは、今とは違ったややさんになっているかもしれない。今とは違った考え方で違った活動をしているかもしれないです。そう考えると、ややさんと私たちややのことを巡り合わせてくれた影の功労者かもしれません。人生何かが変われば、その先が変わる。縁って偶然の積み重ねですよね、といただきました。面白いね。笹団子ね、はい、新潟名物で、私ちっちゃい頃からもうずっと大好きで、はい、これね、新潟、わかんない、これ私だけなのかな、笹団子っていうイントネーションでずっと言ってて、これわかんない、新潟弁わかる人笹団子食べたい、笹団子大好きって言ってた気がするんだけど、この前ね、笹団子ねってイントネーションをね注意されたんでね、今回はねちゃんと正しいイントネーションで読めたと思います。それで笹団子に感謝確かにさ、なんだろう、こう口にしてきたものとか食べ物とかでも、なんだろう、人間性とかって変わっていくのかしら。まあでも、まあ多少はあるかもしれないよね。とか、まあなんかその健康にどれだけ気をつけたものを食べているか、まあ、自然食を食べているのか、添加物がたくさん入っている食べ物をばっかり食べてきたかとか、そういうところで言ったら結構人の人生を左右するぐらい、変わるかもしれないよね。まあでも笹団子が大好物っていうのは事実だし、笹団子の栄養をもらってね、私は今ここまで大きくなったわけですから、そう考えたらその縁にもね感謝だなっていう面白い視点からメッセージを、ね、いただきました。ありがとうございます。さあ、ここで一曲ご紹介したいなと思うんですけれども、この前のワンマンライブでもね、結構重要な時にこの曲を歌いました。人と人との縁、つながり、そういうものをテーマに書いた曲です。結ぶと書いてゆい、お聴きください。守るべきものに気づく。
ややでゆい聞いていただきました。さあ、この前の俳句大会の時のさ、色紙プレゼント企画からハッシュタグ365灯台をつけてね、つぶやいてくださる方がちょいちょい増えてきて、とっても嬉しいなと思います。もう何でもいいのでね、なんか思うことあったらどんどんつぶやいてくださいね。サッサさんがつぶやいてくれたのをちょっと紹介しましょう。やったー、メジャーデビューの2022年8月24日からぴったり丸1年で MV 再生回数が1万回を超えました。これからも再生してくださいねというふうにいただいているんですが、そうなんです、これすごく嬉しくない？私2022年8月24日にメジャーデビューさせていただきまして、2023年8月24日でちょうどね1周年を迎えたんですけれども、なんとそのちょうど1周年の日にね、メジャーデビューシングルギフトのミュージックビデオの再生回数が1万回を超えるというね、なんて嬉しいギフトなんでしょうか。タイミングみんな見計らってこう合わせていい感じにやってくれたのかなっていうくらい、ちょうどそのさ当日にさ1万回視聴を超えるというね、すごい嬉しかった。皆さんちょくちょくね見てくれてたんだよね。そしてあのお知り合いの方にねシェアしてくださったりとかもしてくれて、すっごい嬉しかったです。私自身もねちょいちょい自分で回したりとかはしてたんですけれども、やっぱ同じ端末で見てもさ、多分どんでくらい YouTube でカウントされるのかも私もよく分かってないんですけれども、まあ、とにかく一人でも多くの人がね見てくれれば、それはやっぱ絶対再生回数ね反映されるだろうし、まあ、回数だけじゃなくて少しでも多くの方にね、まあ、この曲のメッセージがね広まっていけば、嬉しいなと思っているので、この1万回達成というのは本当にとても嬉しいニュースでした。皆さんご協力いただいてありがとうございます。そしてこれで終わりではないからね、まだまだ2万回3万回10万回100万回とね再生されるように、はい、これからも頑張っていきたいなと思います。さあ、ここで今日はもう一曲ね楽曲流したいなと思うんですけれども、先週、まあ、このラジオのね、まあ、テーマ曲みたいな感じでもある365日消えない灯台という曲を紹介したんですけれども、ちょっとね皆さんのメッセージたくさんあったので、結構その話が長くなっちゃってせっかくねラジオで初めてこのテーマソングを流したのに、ワンコーラスちょっとだったっけ、まあなんか全部本当は全部流したかったのだけど放送時間内に収まらなくて全然流しきれなかったのよ。いやだからちょっと2週連続にはなっちゃうんですけれども、まあ今日改めてちゃんと全編しっかりね聞いていただこうかなと思います。ちょっとまだこれね新曲でしっかりアレンジこれからなので、YouTube の方のアーカイブにはこれは残らないんですけれども、 FM 那覇をお聞きの皆さんにだけ全編聞いていただきたいなと思います。たくさんたくさん思いを込めて作りました365日消えない灯台、お聞きください。365日消えない灯台、今日はフルでお聞きいただきました。さて、第18回目の放送となりました、やんやの365日消えない灯台、いかがでしたでしょうか。この番組では皆さんよりメッセージ募集しております。ツイッターにてハッシュタグ365灯台をつけてつぶやいてください。365は数字、灯台は漢字です。長文でお送りしたい方はメールでも受け付けています。数字で365、そしてローマ字で TODAI 365灯台@gmail.com、 こちらまでお願いいたします。ここはあなたが話したいことを話す場所、言いたいことを吐き出す場所にしたっていい、喜びを分かち合う場所にも寂しさを紛らわす場所にも、今日あった楽しい出来事、イラッとしたこと、悲しかったこと、何でも教えてください。365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。この番組は一般社団法人調整楽沖縄、
一般社団法人長生楽和歌山、株式会社ミクストイノベーション、株式会社34ファームの提供でお送りいたしました。さあ9月もね、たくさんライブが決まってきておりますので、私ややのね SNS だったりホームページをチェックしていただきたいなと思うんですけれども、一番直近のやつだけ告知しようかな。9月10日日曜日、埼玉県飯能市にありますカラオケスタジオデュオさんで、事務所仲間の岡本浩太さんと一緒にね、ライブをやらせていただきます。この日限りのね2人のデュエットなんかもきっと聞けると思いますので、ぜひぜひいらしていただけたら嬉しいです。ご予約はお店の方に直接お願いいたします。9月もたくさんのややの子さんとお会いできるのを楽しみにしています。エンディングはややのメジャーデビューシングルギフトを聴きながらお別れ。また来週あなたとお話しできるのを楽しみにしています。お相手はややでした。バイバーイ。